広島市立広島未来創生高等学校は、広島県広島市が各大手町にある、広島市立高等学校。広島県と広島市が設置している、高等学校の定時制課程及び通信制課程を、広島県と広島市が共同で、統合再編した高等学校である。2017年4月に設置され、2018年4月に開校した。 統合再編対象とされたのは、広島県立広島国体事高等学校、広島県立広島観音高等学校、広島県立海田高等学校、広島市立広島工業高等学校の定時制課程と、広島市立大手町商業高等学校及び、広島県立西高等学校である。なおこの統合再編により、広島県立広島国体事高等学校、 広島県立広島観音高等学校、広島県立海田高等学校、広島市立広島工業高等学校の定時制課程と、広島市立大手町商業高等学校及び、広島県立西高等学校では2018年以降の新入生募集を停止したが、各校の在校生は広島市立広島未来創生高等学校に移る。 ことはなく、4校の定時制課程と2校は、その在校生の卒業をもって廃止される。単位制であり、修行年限は3年、または4年である。昼間、夜間と開校されており、高等学校通信教育規定第12条により、通信制課程在籍の生徒は、定時制課程の授業も受講して、単位習得できる、定時制課程在籍の生徒は通信制課程の、 通信教育を履修して単位習得できる。広島市立広島未来創生高等学校では、これをフレキシブル家庭と呼んでいる。二学期生、校訓未来を作る石挨拶をする。時間やルールを守る。自分も他人も大切にする。交渉、創生の文字を中心に、その周りに広がる葉とその下に流れる穏やかな波により、生徒一人数とが、 自分自身や地域のために夢や希望、目標を持って主体的に行動し、新しい流れを生み出していってほしいとの願いが表されている。葉が発信、広がり、躍動、波が穏やかさ、豊かさ、しなやかさを意味している。葉は広島県北、もみじのイメージ、波は大高川と瀬戸内海の穏やかで豊かな波をデザイン化したもので、 学校が広島県と広島市の共同整備により誕生したことを象徴している。定時制通信制家程のみの高等学校であることから、その創設の趣旨は中学校を卒業して勤務に従事するなど様々な理由で、全日制の高校に進めない青少年に対して高校教育を受ける機会を与えること、また全日制。 定時制の高校に通学することができない青少年に対して通信の方法により高校教育を受ける機会を与えることであり、細かな規定はなく義務教育を修了している一般社会人としてのマナーとルールに従うことが求められている。ありがとうございます。